はい、それではよろしくお願いします。それでは新型コロナウイルス感染症の発生につきまして発表をさせていただきます。昨日4月17日県内におきまして38名の新型コロナウイルス感染者発生が確認をされたところであります。主な感染経路について以下申し上げてまいります。まず濃厚接触者または接触者が13名、クラスター関連が2名、県外こちらが2名となります。特に4月の16日からは徳島県としては初のいわゆる飲食の皆様方に対して時短要請させていただいている飲食関係では11名となります。なお公衆衛生上の観点から感染された方お住まいの市町村または都道府県の内訳を公表させていただきます。ということで徳島市が19名、鳴門市が7名、小松島が1名、阿南市が1名、そして吉野川市2名、阿波市が1名、石井町が3名、神山町が1名、松重町が1名、藍住町が1名、香川県が1名となります。感染者の年代、また主な行動歴、そして症状の程度などにつきましては、記者の皆様方のお手元にお配りをさせていただいている資料をご参照願います。これを受けまして、徳島アラートに関わるいわゆる6指標を申し上げてまいります。まず直近1週間、こちらは4月の11日から4月の17日でありますが、こちらは210名となります。これは4月の6日から13日連続での過去最高更新ということであります。次に先週との対比、この先週は4月の4日から4月の10日、この数値が107名ということですから、対比はもちろん多いとなります。次に感染経路の不明割合についてですが、こちらは210分の34。16.2% となります。次に医療提供体制の負荷ということで、病床の逼迫具合、病床全体に占める割合ということですが、229分の148ということで、64.6% となります。うち重症者割合、こちらは25分の6、24% となります。次に療養者数については、今申し上げた148名に宿泊療養133名、これを加えますので、合わせて281名、こちらの数字は4月の12日から7日連続での過去最高更新ということになります。そして最後、陽性率につきましては、1910分の207。10.8%、 4月の14日からこちらは5日連続での過去最高、そして更新となります。それでは次に今度はクラスターの状況についてお話を申し上げてまいります。すでに発表したクラスターの中で医療法人敬愛会南海病院関連クラスターについてこちらでありますがね、なんとなく目の検査のようになってまいりましたが、南海病院の入院患者さん2名が新たに加わることとなりまして、関連クラスター全体としては70名、過去最高更新ということになります。昨日県内で発生をした感染者数38名、この数字の意味ということですが、昨日が44名発表させていただきましたので、これに比べると減少とはなりましたが、過去2番目に多い感染者数ということになります。また直近1週間の新規感染者数は県内で陽性者が確認をされて以降初めて
200人を超える210人となったところであり、大変厳しい状況が続いているところであります。このため県立中央病院をはじめ、コロナウイルス感染症の患者さんを受け入れていただいている医療機関、また診療検査協力医療機関など多数の医療機関におきまして、現在急激な感染拡大への対応を最優先していただいているところであり、県内医療提供体制に大きな負荷がかかっているところであります。そこで全国の状況を見て本県のトレンドを考えていく必要があります。昨日の全国感染者数は4802名となりまして、4日連続で4000名を超える感染者が確認をされているところであります。一部地域への緊急事態宣言三度発令の動きも見られるなど、危機感を持った対応が続いているところであります。本県といたしましても、こうした動きしっかりと注視させていただき、迅速に感染防止対策推進をいたしてまいります。また県民の皆様方におかれましては、まん延防止等重点措置区域、今までは6都府県でありましたが、20日の日からこれに4県、千葉、神奈川、埼玉、そして愛知県が加わり、10都府県ということになりますが、これらのエリアとの不要不急の往来については引き続き自粛をしていただきますとともに、飲食店における営業時間短縮、時短の要請の趣旨をぜひご理解をいただきまして、マスクの着用、3密の回避、手指消毒、うがいの励行など、基本的な感染防止対策、徹底をしていただくとともに、もし体調が悪い、あるいは少しおかしいなという場合には、ぜひ外出を避けていただく、そして早め早めに、決して家の中で媒薬、こうしたものを飲んでなんとかしのごうなどと思っていただくのではなく、これはひょっとすると感染したのかな、こうしたやはり気づきをこれまで以上に持っていただく必要がありまして、かかりつけの皆様方に、もしおられないんであれば保健所で結構でありますので、電話でまずはご相談をいただくなど、まずはご自身を、そして大切なご家族、またご友人の命と健康をしっかりと守るための行動、よろしくお願いを申し上げたいと思います。なんといっても若い皆さん方、子どもさんにも感染が広がるという、今回のいわゆる変異株といいますかね、まあ、こうした点についてやはり理解を深めていただきたいと思います。そして最後に1点ですが、残念なご報告を申し上げなければなりません。昨日、新型コロナウイルス感染症で県内医療機関に入院をされておられました80歳代以上の方1名がお亡くなりになりました。謹んで哀悼の意を表したいと思います。なお、性別、死因など詳細につきましては、ご遺族に配慮をさせていただきまして、公表を差し控えさせていただきます。また報道に際しましては、お亡くなりになられた方、またご遺族のプライバシー保護に十分ご配慮いただきますように、よろしくお願いを申し上げます。私の方からは以上です。どうぞよろしくお願いをいたします。どうぞ。はい、はい、まあ、こうした傾向が今続いてきているところでありまして、やはり京阪神、こちらが変異株感染急拡大ということで、まあ、京阪神いわゆる3府県、こちらがまん延防止等重点措置にすでになっているところでありますし、お隣といいますと、そのさらに先の東の愛知県、こちらがいよいよ適用と、また東京がすでになっているなど、まあ、こうした点を考えると、
徳島というだけではなくて、いわゆる関西広域連合圏内、奈良県、あるいは和歌山県、それで徳島県と急拡大ということで、まあ、やはりこれらと地続きになり、経済的にも関係の深いところ同様の傾向となっているところでありますので、まあ、今ほども申し上げましたように、まあ、しっかりとまずは当面病床の確保、これをしていく。で、病床の確保も昨日から申し上げているように、それぞれの既往症、それに応じた形でコロナ病床というものを確保、ただ単にオールマイティーに確保していくということは、必ずしも既往症を持った方とってベストではない。例えば精神疾患をお持ちの方であれば、それに合う形のやはり病床の確保というものが必要となりまして、お気づきだと思いますが、分母が昨日と変わっているんですね。昨日は227分のとなったのが、今日は229分のとなっています。ということで、こちら南海病院の方で、いわゆる精神疾患をお持ちの方、まあ、ここは何といってもそのスペシャリストの皆さん方がおられますので、そこにレッドゾーンをお作りをいただいて対応するということで、精神疾患専門のいわゆるコロナ病棟といったものを19床に、昨日は17床確保だったんですが、19床確保していただいたことによって分母が変わるということになりますように、まあ、こうしたそれぞれのやはり患者さんの立場に立って、そして感染拡大をとにかく広げないといったことをしっかりと考えて行う。また昨日も申し上げたように、3次救急、こちらを県立中央病院が当面の間原則控えるということにして、いわゆるコロナでのこれだけの数になりますと重症者、中等症、こうしたものがだっと増える可能性がある。その時にきっちりと即応できるように、ここの分に余力を残す、そしてそうした ICU もそういったものを専用に変えていく、こうした対策が重要となってまいりますので、まあ、こうした点については各医療方面の県医師会をはじめとして多くの皆様方にご理解とご協力をいただいて、さらなる対策を第2弾、これも打っていければと、このように考えているところでありますので、まずはこの感染急拡大、何としても大阪、兵庫、京都、こうしたところが抑え込みが図られないと、外周部はどうしても自動的に増えるということになりますので、この点、まずは夜の街での、先ほど申し上げたように、やはり38分の11は今分かっているだけでも、いわゆる夜の街で感染されているということでありますので、まあ、そうした対応をしっかりと、時短の要請と、それから病床の確保、しかもこれも患者さんの属性に合った形での確保と、そして今後訪れであるあろうというね、中等症、重症化の波、こうしたものにしっかりと対応できるように、やはり先読みをして、その体制をというのは、今日言って明日病床が確保できるからではないからなんですね。やはりかなり長い時間がかかって、やはりご理解とご協力をいただいて初めてこうしたことが出来上がってくるということですから、やはりトレンドをしっかりと踏まえて、その対策を早め早めに打っていく、これが重要なものと、まあ、そうした意味では感染急拡大、それをしっかりと我々も踏まえる中で対応を進めてまいります。昨日も出たと思うんですけども、はい、徳島アラートについてですね、具体的にこう詰まった部分があったりとか、はい、あとまん延防止等重点措置について徳島県でも検討を進めていくお考えがあるか、はい、まあ、昨日もこのご質問が出たところでして、まあ、国のいわゆる政府の新型コロナウイルス感染症分科会、こちらの方でやはりこの変異株、非常に感染力が強い、急拡大が一気に行われるということでありますので、いわゆるステージ指標、この見直しをやろうと、例えば入院率、こうしたものの導入をしていくなど、まあ、改定がなされるということでありますので、徳島県としてもちょうどまん延防止等重点措置、こちらが20日から6が10に拡大をされるということでありますので、これに合わせる形でステージ指標見直しを行い、そして徳島に適用していく、これを受ける形でステージ、今は2としているところでありますが、まあ、まずは3といったもの、
感染拡大注意の、まあ、いわゆる今は全増というところになっているものを急増というね、まあ、こうした形にどうしていくのか、そしてその先にあるものが、じゃあもっと強い措置を具体的に導入すべきだと、我々全国知事会が提言をしてできたまん延防止等重点措置、これをさあ発動をする。もちろんこれが発動したから収まると、緊急事態宣言とは違いますんでね、やはりこれまでいろいろ打てる手、病床の確保であったり、あるいは時短の要請であったり、場合によってはまん延防止等重点措置を行えばカラオケの自粛といったものももうすでに先例のところされているんですがね、うちも昼カラオケのクラスターが出たところでもありますので、まあ、そうしたものが果たして効果的なのかどうか、その前にやれることは全て打ったのか、まあ、こうしたことをしっかりと今もすでに昨日から検証をしているところでありますので、まずは20日に向けて、で20日にはですからそうしたことで徳島県としてのコロナの対策本部、これを開く予定としておりますので、まあ、しっかりとした対応、これに進めてまいりたいと考えています。ありがとうございます。どうぞ。2点確認させてください、はい、1点目はお亡くなりになった方が1名ということは、これで計26名になったということ、それとあとですね、もう一つ38分の11名が飲食店関連、飲食店茨城で感染されたという言い方をされたと思うんですが、あと夜の街イコール夜の街という理解でよろしいのか、この2点させてください、はい。まず亡くなら、お亡くなりになられた方の数ということですが、先ほども申し上げたように合わせて26名ということになります。それから次、この38で報告を申し上げた皆さん方の属性という中で、ここは濃厚接触だとかいろいろかぶるわけなんですが、4月の16日からいわゆる飲食店に時短の要請をかけさせていただいて、まあ、その効果測定、これを見る必要もあるということで、あえてそうした数値を今出させていただいております、まあ、今日からということなんですが、で今夜の街ということと飲食関係ということを申し上げましたが、というのは時短の場合は夜9時以降に営業をしている皆さん方に9時にしてくれと、例えば昼間しかやってない人っていうのは対象にならないところなんですね。ということで時短の要請をかけ、そして夜の街と申し上げ、で 結果として、まあ、それはもうほぼ一致するんですが、飲食関係とこのように申し上げたと。少しずつ定義が違う、でもイメージを持っていただく必要がある、そうしたことで申し上げました。どうぞ。都市年齢ということですか。自治体としてはやっぱバラバラなところで発生されている感じ。そうですね、どこということは少し申し上げるあれではないところでありますので、昨日申し上げたように、まあ、今後そうしたものも出したいといった、これは死者の方、亡くなられた方の年代も最初は伏せていたんですが、マスコミの皆さん方からのご要請があって、やはり県民の皆さん方にトレンドを示しておく必要があるんではないか、つまり若い人がたくさん亡くなっている、いや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 現役世代なんですと、いやいやそうじゃない高齢者の皆さんですと、それによって注意をする、ここが変わってくるでしょうと、それはもっとものことだということで、その時以降いわゆる亡くなられた方の年代分布、これをお話をさせていただいています。で今回は4月の16日から時短要請をかけている、特に夜の街ということで、9時以降営業をしていたところに9時までにしてくれと、お酒の提供は8時までにしてくれと、まあ、こうしたことをお願いをしているところでありますので、やはりその一番の母体となる飲食の場、特にまん延防止等重点措置もそうでありますし、緊急事態宣言再び発動の時もそうでありますが、今飲食の場、ここが一番リスクが高いということで、
あえて全業種を対象にして例えば緊急事態宣言で休業要請かけるということではなく、飲食の場、しかも緊急事態宣言の時もそうでしたが時短の要請という形になっているんですね。まあ、こうした形がありますので、まあ、ここの部分についてどういった形で陽性患者が出ているのかと、あえて年代であるとか、あるいは地域別であるとか、こうしたところではなくて、そうした属性という形で申し上げさせていただいたところでもあります。はい、あります、もちろん先ほど申し上げたように。ですから先ほど濃厚接触者、それからクラスター、県外、まあ、こうしたイメージ申し上げたところなんですが、こうしたものと当然かぶってくるということになります。つまり再計ということですね。で、ちなみにこの中身を今ご質問もありましたので、あえて分析として申し上げておきますと、いわゆるお店側の方、店主であったり、あるいは店員さん、こちらが7例、お客さん3例、そしてこれに関わる関係者、この方々1名、合わせて11例ということになりますので、これは逆にトレンドとしてご理解をいただければと思います。以上です。これまでの感染者の中でも、この38分の11というのは結構高い比率なんですか？これは非常に高いです。もうじゃあ、今日の検査段階で38分の11までに来たのって、過去最大規模ですか？まあ、38というのは過去 2番目しかないですからね。だから3分の約1ということですよね。というのはこれまで夜の街でのクラスターというのは発生してこなかったですね。ただ時短をかけるかもしれない、このトレンドでと申し上げた翌日に5つのお店が服装したクラスター、これを公表させていただきました。これまではそういった関係、夜の街というのではなくて昼カラオケ、こうしたところは2つあったところなんですけどね、まあ、夜の街あるいはその飲食が服装するという、こうした大規模なクラスターというのはその時短をかけさせていただくかもしれないといった翌日というよりも、まあ、そうしたトレンドが出てきておりましたので、まずはその時には5つのお店が服装するというところまでは積極的疫学調査いかなくて、ある方を中心にしてどうも広がりがあると、しかし双方向で見るとこれがなんと5つのお店同士が服装していたと、これはいかんということで2日後にかけさせていただくという形を取らせていただき、その4日後から時短スタートと、まあ、こうしたことからいきますとこれまでにないということで、あえてこれからはこの部分発表できるだけのものがあれば発表をさせていただくと、そして時短をかけることの意義、そしてその効果、効果測定の指標に使いたいと思っています。まあ、これから決定してはですね、その値段の効果として、まあ、指標になると思うんですけど、もう一回確認なんですけど、この、1日あたりで11人飲食関係の感染者が判明するというのはもう過去最大です。最大ですね。全然ちょっとすみません、違う質問なんですけど、ええ、大阪なんかはよくやってるのを見るんですけど、今すごいもう30人規模の感染者が2日連続ぐらいに出てるのか、例えばこの今後の感染者のシミュレーションみたいなのって県としてはご用意されてるんですか？っていうか大阪の場合とか東京はシミュレーションが作りやすいんですね。つまり発生源とよく言われるからなんですね。我々はそこから波及効果を受けるということがあって、当然大阪が例えばゼロになるということになれば全く予想が変わってくるんですね。ただしこれも1日で変わるわけじゃない、じわっとくると、だいたい1週間から2週間後にその効果、成果が、あるいは影響が出てくると。大阪はこれ緊急事態宣言再びから始まって、で一旦開けて、そしてまん延防止等重点措置と、まあ、こうした波があるんですよね。
ですからなかなか我々っていうのはシミュレーションを作りづらい。だから申し上げているように、いわゆる京阪神、東京、こうしたところのトレンドをしっかりと見ながら対策を打たなければいけない。つまりそうした波が必ず遅れてくるということなんですね。ということで、初めてのことでしたが時短の要請かけさせていただいて、ただもちろん通告をさせていただいて、事前予告をやっぱりしておかないと、仕入れの関係とかいろいろありますんでね、そうしたダメージをお店に与えるということが目的ではないわけでありますので、事前通告をし、そしてそれに踏み切ってさらに4日間時間を取って対策、これをスタートしたということでありますので、我々の場合はやはり他の要素、要因、これが非常に大きいのが辛いところ。徳島が対策何かやればそれでいいというものではないということなんですね。どうぞ。先ほどの33分の11の数字について、38年、38分の11の、はい、数字のことでもう2点教えてください。どうぞ。11人が飲食店で感染したと言ってしまっていいのか、もしくは飲食店に関係して感染したというのは少しぼやかした方がいいのかというのが一つと、はい、それと、11人まだ調査中というのは何人かいらっしゃるので、つまりはもっとこれはミニマムの数だという理解でよろしいのかっていうところです、はい、こちらについては飲食店でということではありません。あくまでも飲食店の例えば経営者の方であるとかお店の方、この方が陽性になったという事実を申し上げている。それからお客さんは確かにその場ですよね。それからお客さんなり、あるいはお店サイドの人から接触者、濃厚接触者として移った人、まあ、こうしたカテゴリーをあえて申し上げたということです。その方が分かりやすい。それから2つ目の質問ですよね、まあ、これについてはもちろんそうではないということですね。そうではない、ミニマムの数ではない、ミニマムのそうではないというのは当然これでマックスということではなくて、まあ、ミニマムというか、まあ、異常、これ異常ということ、当然のことですね。11人は飲食店の職員もしくは関係者、お客さんということですね。ですから先ほどのカテゴリーで申し上げたのはお店サイドの方が7例、お客さんが3例、これらの関係者が1例、こういう3つのカテゴリーで分けさせていただきました。どちらお二人上がったですか。確認ですけど、この11人このお店関係、飲食店関係で、この飲食店は、時短要請にかかっている飲食店という意味ではなくて、当時はそれ以外も含む飲食店関係で11人ということでよろしいですか。そういうことです。そうするとその時短要請 その効果を測定する、まあ、指標というところと、そのまあちょっと関係性がどうなるかというところをあえて今の質問を細かく分析をするとね、じゃあ今時短の要請かかってないのがイートインだけですよね。あるいはそのまあ昼間のお店っていうのはあるんだけど、でもその意味からいくとそれをあえて分けるというのは意味がない。あえて言うとイートインと分けるかということなんですが、これもあまり意味がなくて、やはり飲食、つまり飲食の免許を取っていただいているそうしたお店、もちろんコロナ禍の細かいところに行くと、いやこれはもうそのイートインは別ですよとかね、そういったこともやろうと思えばできるんだけど、そうよりもそういったところのお店の人、あるいはお客さん、あるいはそこに関わる濃厚接触者とか接触者、まあ、こうした人ですというトレンド、これを示すということが一番重要だと、こう考えています。すいません、3つ目のカテゴリーの関係者というのは、はい、具体的には仕入れの業者なのか、それは言えない。それは関係者、さっき申し上げたように接触者であったり、あるいは濃厚接触者という人たちをこの中に、
店員が7人ですよね。お客さんが3人。店員というかお店側サイドですよね。お店側サイドが7人と、お客さんが3人と、その関係者っていうのは、そのご家族とかそういうことですか？もう全部含めてですね。だからもう3つのカテゴリーに分けたと思ってください。病床についてお伺いします。昨日から協議会って早くに2床入れてですね、今後もですね、当然必要に応じて病床っていうのは確保しているのか、もしもっと言うと療養者施設、ホテルなんかの数も増やしていくと考えればありますか？はい。まあ実はそこが一番重要なポイントの一つということになります。これだけ感染拡大日本全体がし、しかも徳島と地続き経済的にも関係の深い京阪神全てがまん延防止等重点措置、また特にこの中でも大阪、兵庫過去最高をずっと更新し続けている、しかもその規模たるや大阪は東京の約倍に近い感染者ということでありますので、そうしたことを考えると当面対策、もちろん時短要請もかけたんですが、やはり病床をしっかりと確保してかかったとしても重症化を防ぎ、そして退院をしていただくと、こうしたことに全力を尽くしていくということで今病床の確保、実はこうしたことを読んですでにオールマイティに使えるところは10床、また特に患者さんの特性に応じるところで今日の時点で19床確保させていただいているんですが、さらにもちろん今おっしゃるようにこれを拡大をしていく病床をですね、この必要があります。さらにはもう一つは療養の部分、ここも今ものすごい数が療養の病床といいますかね、療養していただいているわけでありますので、そうしたものの新たな確保、これも当然必要となってくるということで、今医療機関の皆様方、あるいは医師会関係団体の皆様方、この代表で構成をしております徳島県新型コロナウイルス感染症対策協議会、最終的にはここにお諮りをさせていただいて、今申し上げた大胆な措置、これをやはり打っていかなければいけないということで、4月の23日の金曜日ウェブで開催をさせていただいて、昨今の感染急拡大、これに対応する迎え撃っていく医療提供体制の整備についてご協議いただく運びとしております。なんとか県民の皆様方の安全安心、議員のところで守っていくことができればと、このように考えています。以上です。具体的に言うとですね、この大幅にやっぱり病床数を増やされる、大幅というのはなかなか難しいですよね。今もここまでで29床増やしたところなんですが、これもそう簡単にできたわけではないんです。かなりの期間をかけてやってきた。ですからやり方として、新たに病床を確保するやり方、あるいはもうすでに症状が回復される、警戒された皆様方を、しかし医療のケアがいる、そうした場合にこれを後方支援病院言っているわけですが、そちらに移っていただく、もちろん療養という形もあるんですがね、こうしたものをしっかりと対応するということで、さまざまな実はカテゴリー手段を用いて医療の逼迫、つまりピークカットをしていくということが重要ということになりますので、要素としては今申し上げたようなものを総合的に対応していくと。ただこれに重要なのは、箱ができたとしてもそこで対応していただく医療従事者の皆さん方の手当てができなければ、昨日も申し上げた大阪が重症者を迎え撃つその皆さん方を受け入れなければならないということで、中等症以上の病床を臨時に作ったんですね。せっかく確保したそのうちの半分も稼働しなかった。そこで全国知事会に要請があって、徳島はじめベテランの看護師さんたちをお送りをさせていただいた。なぜベテランかと言ったら、中等症以上は ICU、 ここの対応ができる人でないとできないんです。ということで、そうした
確保していくっていうのも時間とそしてマンパワーが必要となりますので、十分に関係機関の皆さん方にご協力とご理解がないと結局箱だけ確保して稼働しないということになってしまいますので、本県としてはこの徳島県新型コロナウイルス感染症対策協議会、これまでもこうした皆様方と協力お図りをして、そしてさまざまな対応をさせていただいておりますので、いよいよ23日金曜日でありますが、ここにお計りをして、これまでと違う対応をしっかりとさせていただければと、このように考えています。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、すみません。で、引き続き、皆様にお配りしている資料は、本日の1時時点で調査が判明している内容を、個別の内容を記載させていただいておりますが、この記者会見までに新たに判明したものが2例ありますので、その、ね、内容についてご説明させていただきたいというふうに思います。まず、878例目の方ですが、こちら年代が10歳未満の方でございます。居住地は石井町で、症状の程度は無症状となっております。発症日は、4月の17日になります。で、感染経路についてですが、796例目の同居のご家族ということになります。で、濃厚接触者等については現在詳細を調査中でございます。で、発症2日前の行動歴で特段言及したいさせていただきたい行動歴としては、4月の15日から17日にかけて学校に登校されているというものがございます。で、続いて889例目でございます。こちら、10歳未満の男性、小学生の方ですが、松重町在住の方です。症状は無症状。発症日は4月の17日になります。感染経路についてですが、853例目の知人ということでございます。ただ、この知人の方との接触は、感染可能期間外ということになっています。なお、濃厚接触者については同居のご家族2名が該当しています。で、行動歴で特定さ、特に言及が必要な行動歴についてですが、4月の15日に学校に登校されているということでございます。以上2例が新たに調査の結果判明しましたので、ご説明させていただきました。よろしくお願いいたします。はい、ちょっと確認なんですけど、878例目の方なんですけど、はい、症状がこのような軽症の、すいません、無症状、それは多分記載ミスで無症状です。はい、私診断ついたんですけど、はい、お二人とも学校に小学校に行かれていたということですけども、はい、それによってその学校において消毒等の措置があったのか、これからの授業等に影響があるのかどうか、ちょっと部活とかも含めてですね、はい、何か影響があるかもしれません。まず878例目の方から申し上げます。で、878例目の方の学校についてですが、本日は、立ち入り禁止ということになっております。まあ、日曜日なので当然
休校なんです、休校されている状態ですが、学校自体は立ち入り禁止ということになっております。で、明日については臨時休校の予定となっております。で、その上で、保健所の指導のもと明日学校の施設内の消毒を実施するという予定となっております。よろしいですか。そうすると、もう、明日臨時休校だけで終わるのか、はい、一応現時点ではこれ保健所の消毒済み次第、おそらくそこで必要、明日以降引き続きずっと休校になるということにはならないと思いますけれども、現地にまだ調査中ということです。おそらく、はい、そこは消毒の状態とかいろいろ調査の状況によりますので、まだ一概には言いませんが、基本的には明日のみ臨時休校というのを決定しているという状態でございます。次が889例目の方でございます。こちらです。こちらも4月18日、本日当然休校でございますが、立ち入り禁止というふうになっております。その上で、すでに消毒は済んでおりますので、積極的疫学調査は今、保健所で行っておりますので、その調査結果を待って、明日についても休業する、休校するかどうかは決定すると、まだ決定はされていないというふうに聞いております。もう消毒ですね、はい、消毒は済んでいるというふうに聞いております。すみません、毎日見ます。諸症状についてなんですけども、はい、885例目の方、885例目、はい、そう、903例目の方が団体職員になっているんですけど、これはそして多数の人と接するような仕事なんですか。885例目ですね。どちらの方も現時点では屋内作業というふうに聞いておりますが、まだ調査やその接触者の調査等を続けておりますので、申し訳ありませんが、現時点で確定しているという状況ではございません。892例目の方が、医療機関と県庁で、医療従事者ということになります。はい、ご指摘の通りでございます。医療従事者でございます。今までその感染事例があった病院とは関係がないと思います。はい、別の医療機関でございます。で、こちらについてはもう必要な接触者等の特定が済んでおりまして、検査の方も順次進んでまいりますので、特段今のところ公表する必要性がある状況ではございません。すいません、ちょっと数字を確認させてもらいたいんですけど。あ、こちらでいいですか。こちらの方。はい。濃厚接触者もしくは接触者関連が今日は13人。はい。で、飲食店関連が11人。はい。で、調査中は22人どうだったですか、ね。ですね、調査中が21ですかね。21ですね、はい、それで直近1週間は210人、そうですね、で 210人乗るのは初めて、そうです。で、宿泊療者と入院患者合わせた数は281人、はい。で、宿泊療養成率は 10.8% で 10.… ちょっと待ってくださいね。 10.8% でいいです。はい、はい、ありがとうございます。あ、ほんで今月はこれ当時357人でお越しですかね。はい、そうですね、357人。ありがとうございます。小学校なんですけど、はい、これはそれぞれその中学校の内にある小学校に来てたって全部使えるんですね。まあ詳細は差し控えますが、県内の小学校であることは確かです。当たり前かもしれないんですけど、別々の小学校
そうですね。同じ小学校では。そうですね。申し訳ないですが、先ほどご説明させていただいたように対応が違うという点からも明らかなように別々の小学校ということになります。ちょっと違う質問があります、はい、飲食店の数のことはちょっとまだ頭に進めないことがあって、11人というのは、が飲食店で関係で感染したと言い切ってしまっていいのか、感染した人が飲食店に関係していたと言った方がいいのか、はい、どちらかというと、先ほどご指摘いただいたように後者の方が正しくて、実は積極的疫学調査をしている最中ですので、因果関係までは申し訳ありません、特定ができていない状態です。ですので飲食店に関わる、飲食店を経営されていたり従業員の方、もしくは明らかにそのこちらは因果関係がある程度特定はできますが、飲食店での飲食がきっかけとなって濃厚接触者もしくは接触者となり PCR 検査を受けていただいた方で、さらにこの最初の2つのカテゴリーに関係する濃厚接触者もしくは接触者として検査を受けて陽性になった方ということですので、全てを包括する言い方であるとすると飲食に関係されている方っていうことが一番正しいということになります。で、すみません、その詳細な、因果関係をすべて特定するのは現時点では難しいので、おおむねの傾向として、でこれは先ほど知事にご質問していただいた方もいらっしゃいましたが、そのガイドラインの実践店かどうかとか、夜の街の営業店かどうかといったところまで業態まで細かくチェックをしているわけではなくて、おおむねこういうところというのが分かった情報を今傾向としてお伝えしているところでございます。そこは精緻な数値というわけではありませんので、その点はご理解を賜ればと思っております。はい、今の話で関連で、その飲食店の人やからっていう理由で飲食店関係者とまとめるのはちょっと暴論かなと思ってまして、その飲食店で感染した可能性のある人っていうのは客の3人の方っていう、その飲食店のオーナーの方とか従業員の方がどういったこと形かというのが今の時点では確かにはっきりと申し上げられないんですが、傾向としてその飲食店の関係の方が増えてきているというのは事実でございますので、その傾向を申し上げたかったと。なのでどの方が飲食店関係かとかっていう特定はさすがに差し控えさせていただきたいというふうに思っております。それはおっしゃっていただいているように完全にそれが原因だというのは暴論だと思いますので、その点は慎重を期して申し訳ありませんが、特定だけは差し控えさせていただきたいというふうに思います。当段階の人口10万人あたりの、はい、新規陽性者という陽性の発表が大変です。人口10万人あたりの新規陽性者数ですね。ちょっとですね。人口10万人あたりの直近1週間の新規陽性者数は 28.85 になります。昨日段階の数ですね。ちょっと待ってくださいね。今計算します。人口10万22.66、そうですね、22.66、そうですね、22.66、22.66人になります。そういうことでございます。初めてこの国の指針のステージ4に突入した。そうですね、はい、外形的にはそういうことになります。
じゃあ、引き続き今後もそちらのお渡ししている資料から一定程度調査中で明らかになったものがあればこの記者会見の際にお伝えすることにしたいと思いますので、よろしくお願い、ご協力のほどよろしくお願いできればと思います。それではすいません。失礼します。